皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回は対抗力士伝5、明智光秀プレイの続きをやっていきたいと思います。前回ついに斎藤家を見限って武田家に仕官を始めた光秀なんですけども、今回はねその武田家の表情に参加するところから始めていきたいと思います。では早速登場していきます。さあ、天下統一、領土守備、内政という方針に対して、まあ、新参者ではありますが、光秀もね、何かしらものは申しておきましょう。もちろん却下されましたね。新参者は黙ってると、まあ、そういうことですかね。そしたら治安向上を一応受け負っておいて、早速治安向上します。特性で使ったが住民安定度7の伸び微妙だ。まあ早速ですけど報告は済ませておきます。で残りをまず武家宅を回っていきましょうか。勘助のもとに行って技能指示建築、町中を流れる運河、これを行うことができますということだな。この先も新しいこの武田家の中で技能指示をガンガン仰いでいきたいですからね。とはいえ体力がないので休んでいきます。金庫にとりあえず金をぶっ込んどこう。1万貫も持ってると追い上げにあった時死んでも死にきれない。では休養します。で休養の後はまた途上ですかね。で謙信との合戦もずっと続いているようなので、この先も合戦のシーンはね、何度も何度も出てくると思いますので、合戦でも使える技能というのも習得をね励んでいきたいと思ってます。さて軍備だな。軍備というのであれば、こちらとしては合戦を行おうという、どこを取るかだよな。沼田、飯山城だね。飯山城の奪還を行いましょう。よし、合戦だ。で出番があるか。信玄自ら4000を率いて合計1万2000の軍勢か。ちょっと数が足りない気がするけどしょうがないで。はい、これで飯山城攻略成功していますね。虎正が先行第一か。結構光秀も頑張ったんですけどね。さすが武田家だな。家中の者たちもまあ猛者揃いですね。さあでは戻って再び技能指示を仰いで能力を上げておきましょう。では武家宅を巡って、その前に信玄のところに行って、手合わせだ。茶席だな、じゃあ。お茶外交をしておく。で、あとは武家宅を回りましょう。まずは勘助だな。勘助のところに行って茶を振る舞いの、その上で、技能指示。軍学はもうないので建築だな。
だ。微妙すぎる。ちょっと違うやつのところに行こう。技能指示、なんか教えてくれる技能が残ってる人のところに行きたいよね。騎馬系が全然ないからな。で、そこからの技能指示だ。何にもない。であれば、そうだな、近くの町でも覗いてみますか。甲府の町へ行きましょう。で、商家で何かいいものがないか確認します。物品購入、これといったものはないけど、弓をちょっと買っとく。残り20日間っていう微妙な日程を考えると、そうだな、修練30日か。30日かかるとなると無理だ。では帰りましょう。金には困ってないので、無理に売りさばいたりする必要もないので、新流派を起こす。剣豪明智流、いいね。さあ流派も起こしたところで、表情まで寝ましょう。もともと光秀は武田家からはね、その剣豪として剣の腕を見込まれて仕官誘われたわけなので、ここはね、まず流派をちゃんと起こしましょう。で、合戦を行う。沼田城の攻略戦、従おう。で、出番があるのか。あるね。兵の数がただちょっと足りないよな。12000。沼田城の攻略戦に入ります。いや、もう合戦の数量多いよ本当に、武田家は。では軍団提案、伝言軍の要請です。ここは箕輪城から内藤をまた呼ぶ。では合戦に入ります。ん、沼田城の攻略あっさり完了ですね。お、光秀がトップ。悪くない。しっかりと新しい武田家でも活躍してるな。これ信長に仕えたところのシーンにね、きっと似てるんじゃないかなと思うんですけどね。新しい武田家に仕えたという点において、ではまた武家宅巡りをしていきましょう。勘助で、技能士、いや先に茶を送っとこう。で、技能士、これといったものが得られなかった。連チャンだ。よし、建築の技能が4。下級不振、壊れかけた門に対して応急処置ができますということですね。あとは戻りましょう、自宅。馬屋にも行きたいからな、この先を考えるとね。では登場します。長尾春日山城の調略。さて、我々は春日山城に行って、いや久しぶりに京の町にでも行くか。外交を展開しよう。
まあ、今日にはね入り浸ってましたからね、ちょっと前まで。では今日に移動します。あ、ちょっと待て、酒場によって用心棒を宿っておきたい。怖いからね。せっかくこの辺りまで来ているので駿府に立ち寄りましょう。で吉本に謁見しておく。カット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 盗賊どもが逃げていく。そうだろうな。かなりの腕にもはやなってますからね。では売りさばいて帰りましょう。また駿府によってできれば摂斎なり家康なりに技能指示を仰いだ上で帰りたいかな。というわけで駿府まで一気に行っちゃいましょうか。城吉本に謁見、その上でまあやっぱり家康かな。何、家康に会ってもらえなかった。摂斎はどうだ。技能指示、足軽。では軍学は、風林火山をここで手に入れた。マジか。信玄のもとではなく摂斎から風林火山を学ぶことになるとは思わなかったな。軍団長のみ実行可能。まあ軍団長ではないのでしばらく使えることはないかなと思うんですけども、いや素晴らしい、風林火山を手に入れた。さて風林火山を手に入れたら今度は甲府の町に行って騎馬指示だな。馬の技能も上げておきたいので、甲府まで移動しちゃいましょう。で登場、表情まで11日だとちょっと何もできないな。では一度休養を入れちゃいます。というわけで武田家に仕官して初めてのね、表情合戦とプレイをしてきましたが、いい時間になりましたので今回はじゃあここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。